公演終わりました。 M1 やってるね。え、ちょっと待って、ね、うん、見たかったな M1。 まあ頑張ってたということで、私は入ってないですよ皆さん、やめて。違います、ちょっと息がなんか、うん、詰まっちゃって、ここはマネージャールームです。寒くない？めっちゃ寒いんですよ。そう、みんなめっちゃ心配してくれてる。お疲れ様です。あのね、昨日のなんか生配信、全員参加のミーティング生配信みたいなのが NNB48 の公式 YouTube で配信されたんですけど、その時に近重さんのこととか出たじゃないですか。なんか独り言が多すぎて、あのマネージャーさんなんですけど、今日ももうめっちゃ多くて、今ついさっきももう本当に会話してるんかなってぐらい独り言が多くて、困っちゃいますね。困っちゃう。で、独り言かなって思ったら、なんか話してたとか。難しいです、人間って難しい。そうでね、渚さんが刈り上げたらいいんじゃないっていう、あのなんかまあミックスジュースって可愛いじゃないですか。なんか自分たちで言うのもあれなんですけど、可愛さは結構あると思うんですよ。なんか公演中ににゃーとかにゃーとか言っちゃったりして、かわいいねんけど、やっぱかっこよさももうちょっと強めたいなっていうのがありまして、でそれを相談したんですよ昨日配信で。そしたら渚さんが刈り上げたらいいと思うっていうのを案出してくれまして、あ、それがあったわと思ってないないはい、今日見事に誰一人刈り上げてなかったんで、ちょっと反省したいと思います。またいつかそういうやる機会があれば挑戦したいと思います。まあ絶対やらないんですけど、はい、まあ、今日昼夜公演でした。ありがとうございました。もしかするともう今年最後の公演だったかもしれないですね。まだわかんないんですけど、あ、ミラーボールありがとうございます。ロングコートダディ、まだだ、あー、え、まだなんですか、みたいな。 M1 夕方 NNB っていうイベントでね、お世話になっているロングコートダディさん、頑張ってほしいです。頑張ってください。そこにテレビないの？あります。ありますよね。
あ、まあ、あとで優しい ココナの顔ファンやもんね。え、そう、顔が好きって言ってもらえて、お二方にめっちゃ嬉しかったです。嬉しい そうなんです。で、アミルンが、あ、ミラーボールありがとうございます。今日夜公演で卒業発表をしまして、いやそうですね、なんかびっくりしたし、やっぱ寂しい気持ちが大きいんですけど、アミルンとも今回このミックスジュースで初めて同じグループになったので、それまで結構なんていうんですかね、チームとかも違うかったから話す機会とかもなかなかなかったんですけど、今回やっとこう距離が縮まったなってすごい思ってたから、めっちゃ寂しい気持ちがめっちゃありますね。やっぱりみんなもね、歌姫いなくなっちゃうね。そう、歌がめちゃくちゃ上手なので、このミックスジュースの大阪魂してたらあかん公演でも歌をめっちゃね、こうしたら良くなると思いますっていっぱい意見言ってくれたりとか、リーダーなのでミックスジュースのいっぱい引っ張ってくれてたから本当に感謝ですよ。今までいっぱいね、みんなのこと見てくれて、なんかやっぱ寂しいっていうのが一番ですね。やっぱりめっちゃやっぱり言うやん。アミルン推しの方はやっぱびっくりされましたよね、多分今日来てくださってた方で。でもね、まだなんやろ、卒業時期最後の日程とかまだ決まってないそうなので、それまでいっぱい目に焼き付けて欲しいなと思います。アミルンのこと、ね、そして昨日配信でね、組閣の発表もありまして、またね、2022年1回目からそういう新しいことに挑戦する NNB48 は本当になんやろ、すごいことだなって思うし、2022年でもっとね、新しい NNB48 を見せれるようにみんなで頑張りますので、応援よろしくお願いします。はーい、はーい、こんばんは、こんばんは。ゆずここ未来同じチームになるかもね。うわ、どうなんやろ、見事に分かれそう分からんけどな、どんなチームになるかも全然分からんから、前みたいに3チームになるのかまだね、何も分かんないので何も言えないんですけど、確かに毎日大はしゃぎ、はしゃぎやんって。それはそう。上司のカレンダー見ながら来年も応援します。優しい。あのね、このマネージャールームにも上司さんのカレンダーあるんですよ。
ここに上にあって、ちょっといろんなものが映るので映せないんですけど、ちゃんと飾ってくれてるカレンダー。友達にもね今日友達にもあのメールで上司のカレンダーもらった見つけたよってメールしてきてくれて嬉しかったですね。ファンの皆さんもめっちゃ飾ってくださってたり、ゲットしてくださってたりしてありがたいです。それを見てちょっとスケジュール組んでみてください、カレンダーで。ショールームしてます。そう、今日思い出した、公演中にあの足のすねですか、膝らへん、膝にあのマイクを思いっきりぶつけてしまいまして、もう今もめちゃくちゃ痛いんですよ。もうこうソーンなんかサーンと触れるだけでサーンとじゃないな、なんかそっと触れるだけで痛くて、もう終わりました、今日の私の足は終わりました。なんかこうな、途中めっちゃ笑ってたやつ、え、そうかも、もう痛すぎて笑ってしまった。うん、え、もうほんまに痛い、初めてそういうことを今日 しまいました。え、もうマイク結構重いんですよ、しかももうね、ほんまになんかこうあるじゃないですか、マイクが。でもここめっちゃ重いんです、もうこれを膝でバーンってボッてぶつけてしまって、なんかもう痛すぎて笑っちゃいました。なんか吐けようかなってぐらい、やばい無理かもってなったけど、なんかもう集中したらなんとかできました。もう今煽ったんですよ、もうめちゃくちゃ。そう、それでさっきトレーナーさんが冷やしてくれました。優しい世界。はい、ちょっと自分を褒めたいですね。はい、そうそう、まあ、今日はすごいいろいろあった公演だったんじゃないかなと思います。楽しかったです。うん、え、年内最後かな、今日が公演は、公演、うん、早いですねやっぱり。コラブちゃんの新曲かわいいよね。いや、ほんまにかわいい、かわいすぎてずっと聴いてます。めっちゃ好きなんです私イコラブ、曲が全部良くてもうめちゃくちゃいいのでめっちゃ聴いちゃう。ケイト初めてのまたぎだったね。そうね、今日ケイトが初めてミックスジュースのね公演に出てくれたのでありがたいですね。ケイトと久しぶりに公演に出たのでもうめっちゃ嬉しかったです。いっぱい話しましたよ今日。ロングコートダディ来たやって、おーすごい、
なぎさちゃんと仲良しなんやねって。もうめちゃくちゃ仲いいですよ。うん、マウント取るからめっちゃ仲いいんよ。2回かな、おデートしたんですけど、1回目に比べてもうめちゃくちゃ距離が縮まりまして、もうずっとメールとかもしてるんですけど、前よりめっちゃ仲良くなれたねって言い合ってる。また写真載せるので楽しみにしててください。ナータにマウント取られる。そう、おなぎもめっちゃメンバーとかファンの人にマウント取ったとか言って、マウント取り合い。寒い。はい、ではもうちょっとで終わりたいと思います。スクショタイムしようかな。よっしゃ、はい、終わり。新年公演申し込んだ、ありがとう。1月1日から皆さんに会えるなんて嬉しいです。そんなね、大事な日を私たちを選んでくれて本当にありがとう。早くみんなに会いたいです。みんな不足。早く会いたいです。一日仕事で悲しい。頑張ってください、お仕事。ではランキングを読みたいと思います。13位、マー君さん。12位、夜公演楽しかったで、エイジさん、ありがとう。11位、しんぺんさん、ありがとうございます。10位、かえでちゃん、ありがとう。9位、つら、かわいすぎてさん、ありがとう、いつもありがとう。8位、スノーマン、どんぶらこ研究生、ナイス、ありがとうございます。いっぱい嬉しいです、いつも。7位、ササキングさん、ありがとう、また待ってます。6位、しのさん、今日もココナが一番可愛かったよ、嬉しい、一番嬉しい。5位、みよっちさん、昼公演ありがとう、大好き、ありがとう、大好き、みんな大好きだよ。4位がすけかにさん、ありがとう、いっぱいありがとう。3位、白玉さん、ありがとう、食べたい白玉。2位がみくみさん、お、今日もイエーイ。ありがとう。そして1位がじゃん、ひじりまんさん、お、新幹線なね、今日見に来てくれててね、新幹線ということで、ありがとう。またあ、 YNN で会おうねって。そう、クリスマス24、25、クリスマスの日に24時間生配信がありますので、皆さん見てください。いろんなね、どこに出るかもしれません。どんなコスプレをするのでしょうか。嫌やなー。
はい、また会いましょう。ありがとうございました。